キンプリカンムリ番組5月で打ち切りで、岸シユタ残りの数ヶ月に不安の声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスへのカンムリ番組、キングプリンスル、キンプル、日本テレビ系が5月で終了することが15日に発表された。 5月13日をもってレギュラー放送を終え、翌週の20日夜8時に放送予定のゴールデン2時間スペシャルが最終回となる。キンプルはキングプリンスへの初の冠番組として、CD デビュー3周年の記念日にあたる2021年5月23日に単発で関東ローカルで放送され、ツイッターで世界トレンド1位に、 2022年1月1日に全国ネットでの元日 SP 番組の放送とともに、レギュラー化され1月16日から日曜昼でスタート。同年4月より土曜昼枠に移動となったのに合わせ、放送時間が倍の60分に拡大された。しかし昨年11月4日、メンバーの平野市陽岸優ユタ神宮寺優太の3人が、 CD デビュー5周年記念日の前日となる2023年5月22日をもってグループを脱退し、平野と神宮寺が同日をもってジャニーズ事務所も退所。騎士は秋に退所予定であることを発表。残る長瀬門と高橋山の二人でグループを継続するとしたが、この衝撃のニュースは日本テレビをも混乱させた。 11月6日頃には一部スポーツ紙などが平野らの脱退以降も番組は長瀬と高橋の二人で継続されると報道。しかし同月28日の日テレ定例会見で福田博之常務執行役員が今回のことは驚きましたと突然の発表に戸惑いを見せつつ当番組についての詳細は未定と5月以降について明言を避けたんです。 そして今年3月3日に行われた4月期改編説明会では、木戸博士市コンテンツ戦略局編成部長が、現状において番組を終了する予定はない、と発言し、御用メディアにおいても、4月以降も継続、との打ち出しで報じました。それが一点番組終了が1ヶ月前に発表されたわけですから、日テレも相当振り回されたのでは。そもそも、 キンプルはメンバー脱退騒動がなければ早ければ2023年春にもゴールデン進出のプランがあったと言われていましたからね、ね芸能記者。ただ、このタイミングでの番組終了はメンバーの強い意志ではないか、と女性指揮者は語る。キンプリは長瀬と高橋で続けられる予定ですか5人でやってきたという意識は残留組も退場組も強い、はず。 ファンのためにも、ここで区切りを打つのがベストという判断でしょう。改変期ではなく、5人最後の日ギリギリのタイミングで終了とするのは、日テレ側からの花向けという面も大きいでしょうね。同じく日テレの、嵐に仕上がれ、の最終回のように、5人旅企画も用意されるのでは。先日は、ミュージックステーション、テレビ朝日系、 への、5人揃っての最後の出演が5月19日放送会になると1ヶ月以上も前に発表され、5人最後の日へのカウントダウンが目に見えて迫ってきているが、こうした中、ファンが心配しているのが、脱退後もしばらく事務所に残る騎士の今後だという。 実際、ネット上では、いろんなことが、最後、になっていく中で、騎士くんの今後が、不透明なままなのが、不安でしょうがない。これから秋まで、騎士くん見られる機会は、どれぐらいあるのかな、といった声が上がり始めている。騎士は、現在、2021年から始まった、VS 魂、現、VS 魂グラデーション、フジテレビ系。 のレギュラーを務めているが、これは降りることになるのではないかと見られているようだ。フジテレビ側は3月6日に行われた改編説明会で VS 魂の騎士の今後の出演について、まだ詳細にお答えできることはございません。と明言を避けており、日テレと似たような対応を取りました。 一方、魂メンバーの刷新の噂も聞こえてきており、5月にアイバイ以外のジャニーズレギューラーを塞いで替するという形で騎士が降板となるかもしれません。というのも、嵐の冠無理番組、VS 嵐の後継ぎとして始まった VS 魂は瞑想に瞑想を重ね、現在は視聴率で大苦戦中。 昨年後半あたりからは放送休止も増えました。過去には改変期でもない7月半ばというタイミングで番組内容を完全刷新したこともあるので、突然レギュラーメンバーが変わっても不思議ではありませんし、賛否呼ぶでしょうが、富士としては手こ入れにもなります。前で芸能記者。また騎は、ザ、鉄腕。ダッシュ、日本テレビ系。 でも、純レギュラーと言える存在となっている。今月16日放送の、ザ、鉄腕、ダッシュ、でも、新宿ダッシュ、企画で活躍したばかりだが、昨年後半から鉄腕ダッシュ、での出番がやや少なかった騎士ですが、ここのところ、2時間スペシャルの3月26日をはじめ、4月9日、4月16日と出演がまた増えています。 キンプル終了が発表されたこともあってこれが見納めまでの出演ラッシュではないか。と疑いの声も出ていますね。どう実は不穏な動きも指摘されているという。コロナによる制作の遅れで延期していたキ士の主演映画 G メンの公開日が今年8月25日にようやく決定し、3月末に情報解禁されたのですが、キンプリの公式ツイッターがスルーしているんです。もっとも、 同アカウントはもともとメンバー出演映画については情報解禁時か公開タイミングでの告知に留まることが多いため通常運転とは言えますが。しかし G メンは当初2022年秋公開予定だったのに8月31日になるまで公開延期が発表されることなく沈黙が続きファンを心配させた作品です。 しかも騎士はこれがジャニーズとして最後の仕事となるでしょうから、やっと公開費が確定したことくらい、金プリの公式アカウントからも発信してほしかった。せめて映画公式アカウントのツイートをリツイートしてほしかったというのがファンの本音でしょう。しかも、長瀬の真夜中乙女戦争では、 特報映像が公開された際も、公開日が決まった際も、ツイートされたという例がありますからね。女性指揮者。今年1月放送のバラエティ番組では、吹っ切れた、まだ J、ジャニーズ、ですから、といった再度異発言もしていた騎士。さすがに映画公開タイミングでは、宣伝のためのメディア露出はあると思われるが、5月23日以降。 死を定期的に見られる機会はあるのだろうか